ママただいま。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 友達連れてきたママ。ママただいま。ママただいま。ママただいま。ラッキー。あ、おかえり。誰だろう。誰だ。わからないよ。ママでーす。逆逆お前。ちょ、叩いた箇所から貝割れ入ってくるって。気持ち悪い。叩かないでください。今日幼稚園どうだった？プール楽しかった。あら、よかったね。でも友達の翔太郎くんが、うん、略して翔翔翔が、うん、なんかプールと間違えてブルーシートに飛び込んだ。大丈夫だったの？いや、さすがにガールズバークリー。いや、病院送るよ。顔面強打はさすがにね。なんか病院だろ。ねえ、ママはさ、大怪我したことある？うん、ママは昔滑り台から落ちて肘骨折した。肘にめっちゃ砂ついたんじゃない？どこ気にしてんだお前。じゃあ長所長のお見舞い行ってくるけん。あら、優しいね。どこの病院？あ、いや絶対聞こえてないもん。行ってきます。あ、行ってらっしゃい。ママただいま。あ、おかえり。ねえママ、おままごとしよう。ん？何のおままごと？おれ！ちょっとやめて。おい、動くな。ヘラクレスで刺すぞ。やだ、誰か助けて。ゼリー持ってるやつに電話しろ。はい。お母さん、お願い、ゼリー持ってきて。スーツケースパンパンに詰めさせろ。はい、スーツケースパンパンにゼリー入れて持ってきて。よし、お願い。きれい。はい。なんだこれ。2023年8月4日日本初ヘラクレスオオカブト立てこもり大事件。出そう。その後犯人は自分の首を刺し命を絶った。出そう。ママただいま。あー、おかえり。ママ知っとる？エビの尻尾ってね、ゴギガギガギココらしいよ。意味がわからん。あとね、人間はね、今までに1回は寝とる間におせち完食したことがあるらしい。いやね、信じるか信じないかは浅田姉妹。あなた次第みたいに。おせち、おせち、おせ。言いません。おせち、おせち、おせ。ちんこ。黙れ。埋めるぞ。おや失格。黙れ。ねえママ、新しいおもちゃ買って。え、またあんたすぐ飽きるね。うん、多感症やけん。関係ねえ。脇がやけん。関係ねえ。飽き症ね。あー、飽き症か。てかお前誰？え、認知症だろ。ねえ、おもちゃ買って。じゃあ日曜日から行こっか。はい、行ってきます。はい、行ってらっしゃい。あ、おかえり。ママ、梅干し食べたい。あら、塩分補給。うん、おにぎりに入れよっか。うん、ゴキブリも入れてくれる。セブンイレブン。梅おにぎりにゴキブリも入れてくれる。セブンイレブンか。あむぎりは悪くない。そりゃそうだろ。みんなあむぎり攻めてない。攻めてねえよ。みんなネガティブすぎ。ゴキブリ入っとったっておかず増えたラッキーでよくね。ポジティブすぎお前。ママは昆虫食の時代来たらどうする？いやだ、もうママ怖い。黙ってくれよ。厳しいよ。お前、広瀬すずが昆虫嫌いとか、昆虫食べれないとか、まあ可愛いけど。うん。お前黙ってくれよ。厳しいの。行ってきます。はい、行ってらっしゃい。はい、手を合わせてください。はい。目悪すぎだろ。すいません、老眼で。いただきます。あ、ママまつげついとる。あ、まつげついてた。うん。あ、ありがとう。いや、食うな。ねえママ、俺行きたい大学決まった。あら、もう決まったの？うん。この年で考えれるなんて、あんた出世するわ。どんなところ？悪質タックル。一段アメフト。秒で草吸える。一段アメフト。捕まっても出所する。出世してほしい。もういらん。もうごちそうさま。うん、絵本読んで。はい、なら手を合わせてください。はい。目は聞いたの？すいません、老眼で。昔昔あるところに、どうでもいい、おじいさんとおばあさんがいました。あ、どうでもいい。おじいさんは芝刈りへ、どうでもいい。おばあさんは川へ洗濯へ。マジで？どこで興奮してるの？隠したくれ。隠したくれ。もうただいま。あー、おかえり。今日美咲ちゃん待っとって。あら、どっか行くの？うん、そこのお祭り行く。あら、いいね。あー、美咲。あ、練習する。あ、やばい、そこやばい。やめろ。あ、やばい、俺の花火上がる。黙れ。ねえママ、お小遣いちょうだい。じゃあ500円ね。500円じゃ足りん。じゃあ1000円ね。いや、7990円。ホテル行く。じゃあ1000円でいいよ。ちゃんと帰ってきなさいよ。はい。あ、ちょっと待って。え、カオル。どこ？動かんね、動かんね。お前かい。ナイス。じゃ近づいてくんの。行ってきます。はい、行ってらっしゃい。あ、みさき練習するの。ママただいま。はい、おかえり。ねえママ、熱中症ってゆっくり言って。なんで？早く早く。熱中症。あ、無理っす。枝つきます。汚ね。黙れ。怖い話します。はい。と、その時。一から話せよ。何もわかんねえだろ。暗い道を、一人で帰っていた時。今考えてんだろ、お前。横をスーッと、ゼニガメが。人影だろ。人影が通り過ぎたんです。やだ。パッと、360度振り返ると。一回転すな。540度振り返ると。一回転半すな、お前。180でいいだろ。なんとそこには、ゼニガメが。ゼニガメかい。行ってきます。
あ、おかえり。すいらいらずな。あら、どうしたの。いや、幸せそう。打つ最終ステージ。打つとは瞑想。ほら、もうどうしたの。言いたくない。あなたの一番塗り返しは私。何でも言って。あそこと、頭がずっとくっついて気持ち悪い日があるんだわ。絶対言うな、そんな。女には分からんやろな。分からん。ママ、今日台風やったね。ねえ、風がビューンって強かったね。強風やったね。ねえ、風がね、物が吹き飛ばされちゃう。風が強く吹いたね。ねえ、ほんとね。風が結構。うるせえな。マックのナゲットで水切りしたらエグい記録出る。どうでもいいよ。油焼き水弾くし。どうでもいいよ。行ってきまーす。はい、行ってらっしゃい。うわ、おるわ。今何時ですか？はい。はいじゃなくて。1時。何時に帰ってきてって言いましたか？違う、ウミガメが子供たちにいじめられてて、それで。言い訳しない。亀の気持ちあふれこしてました。いや、助けろよ。ちゃんと山に帰ってた。ガチクズやな。ねえ、岸田総理が VIO 脱毛してるかどうか。言い訳しない。もう出てって。あんたうちの子じゃないから。まあまあ、ごめん。ごめんじゃすみません。夜中の1時よ。じゃあ何すればいいんだよ。出て行けって言われて本当に出て行ったら怒るし、謝っても許してくれ。あんた1週間外出禁止。はい。はい。ご飯は？カメちょっと食べて。キモ。早く寝なさい。行ってきます。ブスッ。ママ、ただいま。あ、よかった。あ、おかえり。できにくれ。嘘つくの。ねえ、ママ、ナイトプールって知っとる？うん。でもママ行ったことはないわよ。お前行っちゃダメやろ。黙れ。見たらないろ。喋んな。できにくれ。嘘つくの。ママね、昔可愛かったの。へえ、そうなん。もうクラブ行ったらみんな声かけてきてたわ。俺なら絶対声かけよう。かけてくんだ。自分を正当化勘違いやろうやな。黙れ。家族はね、恋愛感情とか異性として見れない作りになってんの。あんたもし私と同級生で赤の他人ならあんたすぐ惚れるわよ。じゃあママ逆なんしてよ。俺を持ち帰りするなんて絶対無理よ。私が若い時、無理なんてことは知らなかったわよ。じゃあクラブね。あ、お兄さん、名前は？ひきにくれ。無理よ。ほら、無理や。こっちが無理。行ってきます。ママ、ただいま。あ、おかえり。ねえ、ママ、お盆キュッポンどうする？何やそれ。ちょっとエロいやろ。黙れ。お盆キュッポンどうする？お盆はおじいちゃん家行くわよ。わかった。お盆はママに近づいたらダメ。海。あ、海。足引っ張られるやろ？そうよ。あ、時間かかるならやめてくれ。いや、ママじゃねえでしょ。お化けの仕業よ。へえ、怖。あ、はい、連絡帳。角で叩いたら痛いから。見てよ。今日はとてもいい子でした。おねんなの時間、レッツゴ、レッツゴと寝言を言いながら寝てました。かわいい。何の夢見てたの？増税反対でも参加した。かわいくねえの。七福に訴えた。レッツゴ、キモすぎだろ。行ってきます。はい、行ってらっしゃい。あ、ちょっと待って。え？ヒロハのオフ会が9月24日と10月1日に決定。場所は福岡と東京で開催。グッズ販売やトークショーもあるよ。みんな会いに来てね。